私浩二のこと本気だから。ゆりやさんおめでとうございます。ありがとうございます。まずはですね、はい、こちら今日用意してあります、あの3つの藤原紀香があります、はい、最近浩二のこと気になるんだよね。これどないすんのお前な。途中で携帯鳴ったのが一番怖かった。何それ着信ありみたいな。これはこれはフジテレビ君、今日も新規臭いね。今日はですね、休日ということで、この東京を飛び出して遊園地に遊びに行きたいと思います。人を思いやる気持ちは大切だね。このトランプの中から1枚だけ好きなカードを引いてください。まあ、結局こういうのって氷山の一角なわけでしょ。宿題やってきた人、すごいね。青い空、白い雲、ちなみにその通りって昔から出るって噂がある通りだったんだけど。よく開け地に腐ったテニスボール落ちてるよね。正義なんてもんはないんだ。最高じゃね。もうさ、向こう行ったら即ナンパしよう。そんなこと言ってどうせお前緊張して何も喋れねえだろ。知らねえのか、パーティーの前には乾杯をするもんだ。ピンチって言葉の代わりにチャンスって言ってみたらどうだ。人は彼をこう呼ぶ、イケメン芸人ショーゴ。どうやりやってる、クがやってる、どうかクが届かきてる。みんなお前のこと疑ってんぞ。まだまだ。マジックミラー号だ。新人教師の私、今日も不良が暴れてる。夜明けは近いぜよ。てか、ゆりちゃん、黄色だけど。天使天使、尖ってたらかっこいいじゃん。おもくり監督の僕監督することになったんですよ、出川さん。これごめんなさい、もうややこしいわ。違う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 